ヤナギランは赤花かヤナギラン族の多年層。赤花族に属しているとされることがある。各部のスケッチやや薄い緑色、または薄紅紫色を帯びた茎は高さ0.5から1.5メートルで、ほとんど枝分かれせずまっすぐ上に伸びる。葉は誤生し、相乗果樹に小紫色の花が下から順に咲く。長さ1から1.5センチメートルの花びらは4個で、 おしべは8個、開花時期は7から9月。果実は細長く、白い綿毛をつけた種子が飛び散る。ベニスズメの幼虫の植草の一つである。和名の由来は、葉が柳に似ていて、花を乱に例えたことによる。花言葉は、集中すると、焦点。山野草として、苗が販売されている。未生、株分け挿し木により増やすことができる。ヨーロッパ、アジア、北。 アメリカなどの北半球の温帯地域や寒地に広く分布し、北米の針葉樹林帯の山火地石に大群落となることがあり、ファイアウィードと呼ばれている。カナダユーコン淳州の淳州の花であり、フィンランド南ポフヤンマー県の県下である。基準標本は北ヨーロッパのもの。日本では北海道、本州以北の阿コ山帯から山地帯の草地や歴地に分布する。 山火事の跡地、森林の伐採跡地、林道沿いの湿った草地などに群落を作ることが多い。山小屋周辺やスキー場などの拉致にいち早く侵入するが土壌が安定し他の植物が生育することにより群落が絶えてしまうことがある。以下の自治体の指定の花である。田中澄江が花の百名山の著書で霧ヶ峰を代表する花の一つ、新。 花の百名山で、立品山を代表する花の一つとして紹介した。小瀬沼の瀬の大江湿原の北側にあるこんもりとした丘が、柳蘭の丘と呼ばれている。群馬県片品村のホタカ牧場の群生地では、夏季に、柳蘭祭りが開催されている。野沢温泉スキー場の標高1450メートルの上の平高原では、夏季に3万株の柳蘭の花が咲き、 柳ランガーデンと呼ばれている。日本の以下の都道府県で、レッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。